11月ね、今年の正月に初めて落語をやらせていただきまして、その時に評判が良かったもんでございますから、調子こいて、ね、正月にやったらやっぱりお盆もやんなきゃダメじゃないかと、まあ、年2回の予定だったんです、最初は。それがあんまりにも評判が良かったもんだから、ついつい調子に乗って3月だね、4月だであればね、4月にもやっちゃって、で冬にやって、春にやって、夏にもやったんだから、秋にもやんなきゃダメだろうと。ね、ということで、まあ、今回やらせていただくことになりました。まあ、初めて見るとね、こうみんなよく覚えられるねと。うん、まあ言うわけですよ。そう思うかな。そこに関して。でもね、これ実はそんな一字一句覚えてるわけじゃないんです。これはあのね、音楽と同じです。ほとんど。中には音楽でもね、本当にこう楽譜通りにやらなきゃいけないと、そういうふうに思って歌詞も間違えちゃいけないとしっかり覚えてっていう人もいるんですが、まあ、私なんかは大体覚えたらあとは好き勝手にやるというそういうタイプでございまして。で落語も同じなんです、これは。台本は一応あるんですけれども、それを一字一句覚えるというよりは、その中に出てくる人のキャラクターを自分の中に入れるという感じですね。それで、あとは流れさえ覚えてしまえば、そのキャラクターが勝手に喋ってくれるような、そういう感じでやっております。なので、まあ、一番大変なのはそのキャラクターをつかむまで、ということになりましてね。で、今回の話もまあ、なかなかやったことがないキャラクターだったので難しかったですね。まあどういうキャラクターかは見てのお楽しみということで。太ってるよ見たら。あ、そう。あ、そういう言うの忘れてた。お相撲さんじゃないですよ。ね、これ必ず最初に言ってたんだね。そういえば過去さんが。いや忘れてた。お相撲さんの付き人。ね、ほら始まれなくなったじゃない。さあ行くよ。旦那、ね、旦那、旦那、いるんでしょ、旦那。俺がまたうるせえのが来たな、おい。はい、どちらさん。あ、旦那いた、旦那、聞いてくださいよ、旦那ってばね、旦那聞いてくださいよ、もううちの人ったらね、もう、本当に今回ばかりはね、もうカニ袋の方が切れたっていうかね、相手も何もつけ果てたっていうかね、もう、本当に許せないの。また夫婦喧嘩かよ、尾崎さん。あんたんとこはよく喧嘩ばっかするね、本当に。その度にうちに来るの勘弁してくんないかね。だって旦那、私らの仲人じゃないですか。もう聞いてくださいよ、旦那。わかったわかった、まあ落ち着きなさいよ、もう。本当にもう三日と明けずお宅は喧嘩ばっかりじゃないのよ。三日と明けずじゃないです。毎日です。なお悪いじゃないか。で、どうしたの？ね、今回はね、うちの人がね、もうひどいんですよ、ひどいの、もうひどいの、もう、ね、うちの人がね、もう、落ち着けってんだよ。なあ、まあ、ほら、茶でも飲んで、いただきます。はあ、怒りました。で、どうしたい？実はですね、今朝のことなんですよ。私がね、仕事行こうと思って家出たんです。そこ出たところにね、おみっちゃんがいたんですよ。あ、おみっちゃんっていうのはね、私の仕事の仲間で一つ先輩なんですけどね、この人がまたいい人なんですよ。本当にね、優しく何でも教えてくれて、困った時ははいこれなんて持ってきてくれてね、本当助かってるんです。でもね、去年ね、旦那さん亡くなっちゃったんですよ。まあかわいそうでしょ、寂しいでしょ。だからね、早くいい人見つけなさいよって言うんだけど、なかなか見つかんないのよね。でも寂しいからってうちによく来るのよ、私がいない間も来るの。それでうちの旦那とね、もう楽しそうに喋ってんのよ、もう。ああ、そのおみっちゃんとお宅の旦那がいい仲になっちゃったっつんで怒ってる。いいえ。じゃあどういうことだよ。いや、おみっちゃん関係ないですよ。ね、その、まあ、家出ておみっちゃんに会ったんです。会ったら、そのおみっちゃんがね、手怪我してるんですよ。私ら神家じゃないですか。神が手怪我したらもうね、おまんま食い上げじゃないですか。もう大変だなね。ほんと痛そうなの。あ、痛いって言えばね、今朝私ね、タンスの角に小指ぶつけちゃってね、痛いのよ、これ痛いだけじゃないの。なんかこう、内側からね、もうどこにぶつけていいのかわからないっていう、そういう怒りがね、ふつ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 湧いてきてね。あ、それで旦那に当たり散らして喧嘩になった。いいえ。
どういうこと？いや、それも、その怒りはまあちゃんと私の中に収めましたよ。ただ痛かったって言いたいだけなんですよ。まだ本題に入ってない。まだまだ入ってないですよ。でね、そのおみっちゃんがね、提案したから、あら、大丈夫って聞いたら、今日どうしても行かなきゃいけないよ。お得意先があるから代わりに行ってくれないかって言うんですよね。そりゃまあ困った時はお互い様ですよ。私だってね、いつ提携するか分かんないし、病気になるか分かりませんから、行きましたよ。行ったらね、伊勢屋さんっていう大きな、ね、お棚で、そこの奥様のね、髪を言ったんです。もうちょいちょいちょいってね、もう簡単なもんでしたよ。そしたらね、そこの娘が明日お芝居に行くから私のも言ってくださいな、なんて言うんですよ。まあ本当にある時には金があるもんですね。貧乏暇なしと言いますけれども、まあそういうとこには暇もあってお金もあっていいことでございます。でまあね、一人言うのも二人言うのも大して変わりませんから言いましたよ。言おうとしたら、その娘の髪ってのがもうね、剛毛というか、くせっ毛というか、もうこっち側を言ったらこっち側がピッってやって、こっち側言ったらこっち側がピッってやって、両方いっぺんにやったら両方ともピッってなって、もう本当に大変なんですよ。もうなんとかごまかして、まあごまかすっていうのも言い方悪いですけどね、それでまあ形にしたんですね。それで、ね、気がついたらもう外暗いじゃないですか。ああいけないいけないと思って帰ってきたんですよ。帰ってきたらうちの人なんて言ったと思います？こんな時間までどこほっつき歩いてたんだ、どこで遊んでた、こんなこと言うんですよ。悔しいじゃありませんか。さっきまで私は手油まみれにして働いてたんですよね。えだから悔しいから言ってやりましたよ。誰のおかげで昼間から遊んでられると思ってんだい、そんなところでゴロゴロできると思ってんだいってね。そしたらうちの人、男なんですね、言い返してきましたよ。なんだとこのおかめだって、おかめですよ、私のことおかめって言ったの、おかめってね、おかめよ、おかめね、どう思いますね。だから私も悔しいから言いましたよ、このひょっとこってね。そしたらあっちもね、返してきますよ。この犯人ハンニャよ、私のこと。ね、食わせてあげてるね、女房のこと、ハンニャだって。まあ、失礼しちゃうじゃないですか。ね、だから私も言いました、下道って。おめえさんのとこはあれか？喧嘩するときは面尽くしでやんなきゃいけねえって決まりでもあんのか、ね、そんなことありませんよ。でもね、ほんと悔しいじゃないですか。だから私飛び出してきちゃって、ここに来てるわけなんですよ。もうね、ほんと今回ばかりはね、愛想も何もつき果てました。もう別れる。絶対に別れる。別れさせていただきます。あーそう、別れるね。うん、別れれば。いや旦那、仲人っていうのはこういう時にちょっと待てとか言うもんじゃないんですか？いや、あんたがそこまで言ってんだからね、うん、別れてもいいんじゃねえの。うん、いや前々からね、あの野郎働きもしないでね、あんたに養われてるけど、まあそれがあんたの家の形だといえばそれまでなんだがね。でも2、3やっぱり気に食わねえことがある。うん、この前もだ、お宅の前の家を通ったんだよね。仕事ちょっと用があって帰りに寄ったんだね。うん、そしたら格子がちょっと開いてたね。不用心だなと思って、いるのかいって声をかけたんだよ。そしたら、ああ旦那ですか、どうぞお入りくださいとこう言ってくれた。で断る理由はないから中入ったよ。お茶でもどうぞと言うから上がらせてもらった。そうすると奴は前にあったお膳をスーッと横に避けたんだが、このお膳が気に食わないんだよ。何ってね、刺身が一人前あったね。うん、まあ刺身ならまあ食ってもいいさ。ね、その横にだ、とっくりが一本あったんだよ。気に食わないじゃないか。だっていいかい、あんたが昼間油まみれになりながら働いてるんだ、髪だからね。それなのにだよ、野郎、一人で刺身食って酒飲んでんだぜ。気に入らないじゃないか。これがだよ、あんたが帰ってくる、湯から帰ってくる、二人で、一人前の刺身を二人でつまむ。ね、一本のとっくり刺しつ刺されつする。ね、そしたら周りの奴はどう思うね。ああ、そこんちは女房と亭主の役割が逆だけれども、非常に仲が良くてよろしいございますなと、こういう話になるけれどさ、一人で酒かっくらってるようじゃダメだよね。うん、分かれる分かれる。旦那ね、お刺身、
いいじゃないですか、別に50人前頼んで長屋中に配ったわけじゃあるまいし、刺身の1人前ぐらい食べりゃいいんですよ。お酒いいじゃないですか、別に、ね、お代に困ってるわけじゃなし、一人で待ってるのも寂しいだろうから、お酒でも飲んだらって私が飲ましてるんですよ。お金には困ってないんです、稼ぎもあるんです、ね、私が飲めって言ってるんですよ。そんなことね、いちいち旦那に言われる筋合いはございません。お前さん何しに来たんだよ。わかんないかな旦那。だからそのじれったい、こっちがじれってんだよ本当に。もう何がしたいのあんたは。だからわかんないかな、もう私はね、あの人の気持ちが知りたいんですよ。私の方がね、年下だったらいいんですよ、別に。7つも年が上なんですよ。ねえ、そんな女は老けるの早いんですから。こう、だん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 白髪になって、歯も抜けちゃって、ヨボヨボになったところで、こう、若い女なんか連れ込まれて、キー悔しいって言うんで、噛みついてやろうかと思っても、歯がないから土手だけで噛んじゃったなんて。ねえ、全然効かないじゃないですか。だから、あの人が、ちゃんととも白髪まで、最後まで一緒にいてくれるか、そういう気持ちがあるかっていうのを私は知りたいんですよ。お前さんたち一緒にやったら何年になるね。5年。5年間一緒にいる夫婦の間でわからないことが赤の他人の私にわかるはずがない。ああ、もともとだ、私が仲人でやったのだって、うちのかみさんとこに髪結いに来てたあんたが、うちの2階に居候してたあの野郎を見初めてだ。やめろやめろってみんなが言う中で、嫌だこの人と一緒になれなきゃ私は死ぬんだとまで言うから、仕方なく私は仲人をしてあげたんですよ。ねえ、でもね、やっぱそういうやつなんだから、ここはスパーッと別れなさい。ねえ、別れちまえばあんたもすっきりする。ねえ、やつも小言を言われなくて済む。私も平和に暮らせる。ね、みんないいことづくめじゃないか。でも、なんて言ったらいいのかな、あの人時々すごくかわいいの。かわいいのじゃあどうしたいんだよ。だから私のことも本当に大事かどうかってことだけ知りたいんですよ。あ、なるほどね、じゃあちょっと話を聞かせようか。昔な、もろこしに、尾崎さん、あんたもろこしってわかるよな。やだもん、知ってますよ。おいしいのよね、ついつい3本ぐらい食べ過ぎちゃうのよね。トウモロコシじゃない、もろこし、今の中国のことだね。その中国には孔子という学者がいたんだ。やだ、いい男なんでしょ、孔子郎の弟子なんですか。孔子郎じゃなくて孔子、学者、ね、役者じゃなくて学者、ね、あんたすぐ得意な方に持っていくけどね、ちゃんと聞きなさいよ、ね。どこまで言ったっけ、講師だ、講師な、講師の先生がいたんだな、その先生な、非常に学のある人だったな、で、感性のところが好きでね、街中には住まないんだよ、山の方に住んでた。で、当然お役所には馬に乗っていく、2頭の馬がいた、栗毛の馬と白毛の馬、白馬だね。この白馬の方を大変可愛がっていてね、御家来衆にも丁重に扱うようにと常々言い聞かせてあった。で、ある日、その日はたまたま栗毛の方に乗ってお役所に乗った。で、留守中に馬屋から火事が出た。もうご主人様が大切にしている馬だからとみんな一生懸命出そうとするんだけれども、名馬ほど火を怖がるという言葉にもあるように、もう怯えて押そうが引こうが全然出てこない、ああどうしようどうしようと思っていたら、火の手がどん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 回ってきて、ああこのままでは我が身が危ない、そう思って御家来衆は壁を突き破って出ていった、ね、逃げ出た その瞬間だ、屋根がガタガタガタって落ちて暴れ、白馬は一貫の場に。これは大変なことになったと思っていた御家来衆の前に孔子が帰ってきた。留守中に火事があったそうだ。はっ、孔子様、
お寵愛の馬が、と言うか言わないかのその瞬間、家来の者一同に怪我はないか、ございません、そうか、ならばよし、と言って家の中に入っちまった。声を聞いたご家来衆どう思うね。ああ、日頃馬だ馬だと言ってたけども、いざとなったら自分たちのことを第一に考えてくれるんだな。もう一生ついていきますってこういう気分になるだろう。な、これが一時が万事という。これと全く正反対の話がある。麹町にな、去る旦那様がいた。毛が三本足りないんですか猿じゃない。名前が言えないから猿旦那様と言ってるだけなんだよ。で、この猿旦那さんね、瀬戸物がね、非常に好きだった。あらやだ、うちのもなんですよ、最近ね、妙なもんに凝り出して、この前もこんな小さでね、ひびが入った皿ね、もう大金出して買ってきて無駄遣いするんじゃないよって言ったら、何言ってんだ、こういう皿はな、こういうひびが入ってやっと俺たちのところに来れる、そういう高貴な人が使ってた皿なんだ、もう俺の一生の宝物なんだ、命の次に大事なんだとか言っちゃうんですよ。かっぱ橋に行きゃいくらでもあるのにね、本当にバカなこと言ってんじゃないよ、本当に。お前の亭主が買ってきたひびの入った皿、そんなものはもう比べ物にならない。1枚がもう何万円、何十万円とするそういう皿だよ。随分でっかい皿ですね。大きさじゃないの。もう皿ってのにもういろいろあるんだよ、そういう。もう特にとにかく高い皿なんだ。な、その皿。そういう皿をな、持ってて。で、お客が来るたびにそれを自慢するわけだな。で、その日も新客がやってきたというので皿をめでて一通り自慢話うんちく話を語ったんだ。で、語った後はだ、当然そういう皿は奉公人にはいじらせない。必ず奥様が2階へ運んでしまうんだな。で、その日も奥様皿をこう持って、それで2階への階段を上っていったんだが、女は血の者というクラッとめまいがしたんだね。あ、このままでは倒れると思ってくるっと振り向いたんだな。その瞬間、足袋が新しかったせいでつるっと滑った。で、皿は大事だからというので頭上にこう掲げたんだ。で、掲げた瞬間にダダ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 ダーと下まで尻餅をついて一気に落っこちまった。その音を聞いて旦那、なんだなんだなんだとやってきて、落ちた旦那、落ちた奥様の姿を見て、皿は大丈夫か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 、皿は大丈夫でございますと言われて、そうか、安いものではないからな、丁重に扱えよと言ってパシッと扉を閉めると、そのまま部屋に戻っちまった。翌日、どこを探しても奥様の顔が見えない。どこへ行った、どこへ行ったと言っていると、仲人さんがやってきて、実は離縁をしていただきたいとこうおっしゃった。どういうことですかと聞いてみると、お宅では階段から落ちた人間よりも皿の方が大事だというじゃありませんか。そんな薄情なところに娘はやっておけないと先方からのお言葉でございます。そう言われたその旦那も返す言葉がなかったそうで、出したくもない離縁を出してね、薄情な人間だってひるまっちまったもんだから、誰も嫁の世話してくれない。その後はもう一人で寂しく暮らしてるそうだよ。これも一時が万事ね。おめえの亭主も何皿に凝ってるか、ちょうどいいや。その皿な、つまずいたふりして終わっちまいな。嫌ですよ、怒られちゃうじゃないですか。いや、だからその皿が割れた時にだ、皿の方を先に心配するようじゃこれはもう見込みがねえから、もう別れちまう。ただしだ、皿よりも先におめえの指先一つでも先に心配するんだったら、これは大したもんだよ。まあ別れずに続けてもいいんじゃないか。ええ、見くびらないでくださいよ。いくらなんでも私の方先に心配するに決まってるじゃないですか。だったら割ってみればいいんじゃないのか。
そう言われると、なんか心配になっちゃうかな。ね、旦那、ちょっと先行って、これから皿割るけども、そっち心配しないで、私心配するようにって言っといてもらえませんか。それじゃ意味がねえだろうよ。もう腹くくってんだろ。だったら割ってこい、パーンと気持ちよく割ってこいよ。な、それで話が決まるから。分かったら、行ったらしい。はあ、どうしようかね、本当にね、まあ悪い、まあその時になって決めればいいかな、ただいま。やっと帰ってきた。どこ行ってたんだよ、本当に。また旦那のとこか？勘弁してくれよ、本当にもう。また俺が今後と言われるんだからよ。ちょっと喧嘩してぐらい飛び出してみろ。おまんまも味噌汁も冷めちまったじゃねえかよ。あんた作ってくれたの？何言ってんだよね。お前朝は早いからいつも冷や飯かっこんでパーンと行っちまうし、外で飯はね昼は食ってるし、晩ぐらいしかあったかいおまんまと味噌汁一緒に食えねえじゃねえかよ。あんた、私と一緒にご飯食べたいの？バカなこと言うんじゃねえよ。俺たちは夫婦だよ。飯ぐらい一緒に食いてえじゃねえかよ。やだー、もろこし。もろこし。いや、トウモロコシはねえよ。まあいいから早く座って、そうじゃねえかな。いやー、よかった、もろこしだよ、もろこしだよ、ほんとに。じゃあ、皿に取り掛かろうかね。おい、座れってんの。おい、なんで台所行くんだよ、おい。そこにおめえのもんはねえんだっつの。おい、おい、なんでその皿取り出すんだよ。おい、やめろ。その皿大事なんだから、いじるなよ。さっきまでもろこしだと思ってたら、今度はあっという間に麹町の皿になりやがったよ、うん、この人。もう油断も隙もないね、本当にね。ああ、やっぱり悪。いや、何言ってんだ、おい。いじるな。な、オッケー。そう。ああ。おい。大丈夫か？電話してねえか？もろこしい。もろこしい。さっきからわけのわかんないことを言ってるんじゃないよ。ほんと怪我はないのか？ない。大丈夫。あんた、皿よりも私の方が大事なの？当たり前だよ。何今更言ってんだよ。おめえの体に何かあったら大変じゃねえかよ。もう一回言って。皿よりも私の方が大事なんだね。当たり前じゃねえかよ、おめえ。おめえの体に何かあってみろよ。明日から遊んで酒が飲めねえよ。もろこしい。はい、ありがとう。なんか今日みんな本気になって聞いてるのね。どんどん。もう一回、それ。そうやん。